回想フロントバンパーから見ていきます。まず右前ですね。とても綺麗、特に気になるような傷がないかな。これは磨いたら落ちそうですね。で、ここからブレーキの方にダクトが伸びてます。あと牽引フックもこんな感じでついてる感じですね。で、フロントのリップ周りこんな感じで非常に綺麗です。ちょっと飛び石傷が、ここにあるぐらいこんな感じですね。で、バンパーの方も、特に目立つような大きな傷っていうのはないかな。こんな感じで綺麗ですね。で、ヘッドライトがとても綺麗です。左右ともこんな感じでクリアな感じ、 HID ですね。で、ボンネットの方は特に目立つような傷もなくて、凹みとかも大丈夫そうですね。左のフロントフェンダー綺麗ですね。純正のホイールに、ポテンザ R11、 タイヤの溝はだいぶなくなってきてるかなっていう感じですかね。まだちょっと残ってますけど、ドアミラーの方も薄い線傷があるぐらい、綺麗な状態です。助手席側のドアも非常に綺麗ですね。こんな感じで、こういう薄い傷というか、磨いたら落ちそうなような感じですね。ここちょっと傷入ってるかな。でもかなり綺麗な状態です。こんな感じ、ここら辺とか左のリアフェンダー、こちらもとても綺麗ですね。凹みの方は特に見当たらないかな。大丈夫そうですね。左リアのホイールです。ガリ傷多少ありますけどね、全体的には結構綺麗な感じ。で、タイヤの溝はフロント同様ぐらいな残り溝って感じですかね。で、リアバンパー。傷というか磨いたら落ちそうな感じ。こちらもかなり綺麗な状態。トランク周りも綺麗ですね。このエンブレムの色あせもないですからね。トランクのへこみも特にないです。で、リアウィングよくここら辺ポツポツなっちゃいますけど、それも出てないですね。で、右のリアフェンダー、ここがちょっとへこんでタッチアップしてる感じですかね。そこぐらいかな。他は綺麗ですね。こんな感じです。で、運転席のドア、こちらもかなり綺麗な状態ですね。で、サイドステップ周りこんな感じで、特に気になるようなところは見受けられないですね。で、右フロントのフェンダーも綺麗ですね。こんな感じになってます。へこみは特に見当たらないかな。ですね。右フロントのホイール。ホイールは4本とも結構綺麗な状態。ルーフもへこみは特に、ない感じですね。前のオーナーさんガレージでね、保管してた車になりますので、とても、綺麗な状態の車です。以上です。